陽光。俺のじいちゃんは漁師なんだけど、昔そのじいちゃんについてって体験した実話。田舎のじいちゃんのところに遊びに行くと、じいちゃんは必ず俺を漁に連れてってくれた。本命はイノシシなんだけど、タヌキや鳥も売ってた。その日もじいちゃんは鉄砲を肩に背負って俺と山道を歩きながら、今日はうんまいボタン鍋食わしちゃるからの、と言っていた。実際撃ったばかりのイノシシは食わないが、そのうち何か動物がいるような物音がした。ガサガサって感じで。俺は危ないからすぐじいちゃんの後ろに隠れるように言われてて、すぐじいちゃんの後ろに回って見てたんだけど、じいちゃんは一向に撃つ気配がない。いつもなら俺を放っておくくらいの勢いで、待てと言ってしまうのだが、鉄砲を中途半端に構えて固まってしまっている。俺はその頃は背が低くて、茂みの向こうにいる動物であろうものはよく見えなかった。俺は気になって、じいちゃんに、何？イノシシ？タヌキ？って聞いた。しかしじいちゃんはしばらく黙っていて、茂みの向こうをじっと見ていた。あれは、とじいちゃんが口を開いた瞬間、急に茂みがガサガサと音を立てた。やめれ！と言い放ち、じいちゃんはその茂みに一発発砲した。そして、俺を抱えて猛ダッシュで逃げ出した。俺は何が何だかわからず、ひたすら怖くて今にも泣きそうになっていたが、じいちゃんが撃ったのは何なのか気になり、後ろを振り返った。すると遠目に、毛のない赤い猿のような動物がこちらに向かって走っている。じいちゃんは俺を抱えて走りながらも、鉄砲に必死で弾を込めていた。弾を込め終わるとじいちゃんは、俺を抱えたまま、振り向きざまに発砲した。すぐ隣で発砲されたので、俺は耳がキーンってなって、いろんな音が遠く聞こえた。じいちゃんは走りながら、また新しい弾を込めている。俺は怖くて、もう振り返ることはできなかった。後ろで、ケタタタタタタ、ケタタタタタタ、という、その動物の鳴き声らしい声が聞こえ、じいちゃんが小声で、助けてくれ、助けてくれ、この子だけでもっとつぶやいていた。山を降り切っても、じいちゃんは止まらなかった。俺を抱えてひたすら家まで走った。家に着くなり、じいちゃんはばあちゃんに、陽光じゃ、と叫んだ。ばあちゃんは真っ青な顔で台所に飛んでいき、塩と酒を持ってきて、俺とじいちゃんに、まるで力士が塩をまくように塩をかけ、優勝した球団がビールかけやってるみたいに、酒を頭から浴びせた。その後、それについて、じいちゃんもばあちゃんも何も話してくれなかった。間もなくしてじいちゃんは亡くなってしまい、その時ばあちゃんが俺に、陽光について話してくれた。まるまるちゃんが見たのはの、あれはいわば、山の神さんなんよ。わしらにとってええ神さんじゃないがの。じいちゃんはあんたの代わりに死んだんじゃ。お前は頼むから幸せに生きておくれよ。
じいちゃんが死んでからばあちゃんも後を追うように亡くなってしまい、俺は20代後半でピンピンしている。俺が見たのは村で言い伝えられる妖怪の類だったのかもしれないけど、今でも親戚の人にこの話をするとしかめっ面をされる。福井県の某村の話。小玉。昔山で仕事をしてた時のこと。仕事を終えて作業道を歩いて下っていたら、上の方で妙な声がした。ほーとか、うおーみたいに聞こえるんだけど、呼ぶ時に山でよく通るそんな声を出す人もいるから、誰かいるのかなと思って上を見たら、尾根の方に小さな人影が見えた。逆光でシルエットしか見えないんだけど、こっちを見てる様子。俺も、おーみたいな声で答えたんだけど、じっと動かない。と思ったら、こっちに手を振ってジャンプし始めた。わけわからんし、こっちも疲れてたから、降りるぞーって、そのまま林道へ降りた。先に降りてたおっさんが、誰かいたのか?と聞くので説明すると、ちょっと嫌な顔をした。こだまかもしれん。と言う。何それ?と問うと、人に化けて悪さをする。昔は、こだまを見たらその日は家に帰って一歩も外へ出るなって言われてた。夜中に呼ばれたり戸を叩かれても絶対返事をしてはいけない。今はそんなことないかもしれんが。おっさんはひとしきりそんなことを言った後、念のため今晩はお前も外へは出ない方がいいぞ。俺はその頃、駅そばの飲み屋へ毎晩のように通っていたけれど、やっぱり気になって、その夜はおとなしく家にいた。が、別に名前を呼ばれたり、戸を叩かれたりはしなかった。次の日の朝、仕事の続きをしに作業道の入り口まで来ると、おっさんが先に来ていた。いつもは先に来て、さっさと足ごしらえを済まし、火を焚いて待っているのに、なぜか軽トラの中でタバコを吸っている。俺が近づくと降りてきて、作業道の入り口を指さした。ウサギ二体と鹿の死体が重なって置かれていた。内臓が抜かれている。一目見て吐きそうになった。今日は山へ入らない方がいい。そう言われたが、俺も仕事をする気にならなかったので、これ幸いと引き返した。その後も、その山の仕事を続ける気にならなかったので、おっさんに頼み込んで、他の仕事師に代わってもらった。おかげで年末にかけて金が足らなくなり、飲み屋に行く回数も減ったけれど、おっさんから代わりの仕事師が大怪我をしたという話を聞いて本気でゾッとした。何かに気を取られていて倒れてくる木の下敷きになったらしい。もしかして小玉に呼ばれたのだろうか。一羽のウサギ。子供の頃、近所のおじいさんに聞いた話です。
そのおじいさんは若い頃一度事業に失敗し、実家の田舎に帰ったそうです。その家には持ち山があり、いろいろ言われもあったらしいのですが、若い頃に学業のため上京した彼は、その言われなるものを全く知らなかったそうです。さてある日、彼が山を歩いており、ふと茂みを覗くと一羽のウサギがいたそうです。しかしウサギだと思ったのは単に耳が長かったからで、実のところ見慣れているウサギとはだいぶ違う生き物であったとのこと。毛もなく目も開いておらず、簡単に言うと生まれたての子ウサギのようだったとか。しかし大きさは紛れもなく野ウサギのそれであったそうです。しかもよく見るとそのウサギはひどく怯えており、彼が近づいても動こうともしません。よく見ると後ろ足が罠にかかっているようでした。罠といっても、彼の見たところ細い草に引っかかっているようにしか見えません。彼は別に何の気もなく罠を外してやったそうです。そしてふざけて恩返しをしろよとウサギを見ると、先に語った姿の醜悪さなものですから、突然腹の底からゾッとし逃げ帰ったそうです。おじいさんは帰宅後、これを家の人に話しました。すると、家に来ていた分家筋の人たちが一斉に厳しい顔になり、すぐに出て行け、と言い出し、彼は新妻もろとも叩き出されたそうです。彼は痛く憤慨しましたが、それから年を取るにあたって、なんとなく理由を理解しました。奥さんは三度流産し、結局子供ができませんでした。多分あれは山の神様への生贄で、自分が勝手に逃がしてしまったのだろう、とおじいさんは言いました。重ねて、実は村から叩き出された直後、あんまり腹が立つので、一度九段の山に行ったのだ、と言いました。ウサギのいたあたりで気配を感じ、ふと上を見上げると錆びついた斧が自分めがけて落ちてくるところで慌てて飛びのいたと。多分あの時、自分が腕なり足なりを切って捧げていれば子供は助かったかもしれないとも。おじいさんはとてもいい人でしたが、それでもタブーを犯してしまった報いを受けなければならないのだな、と思いました。ちょっと悲しかったし、怖かったな。